そうです。今暑いですね。7時、風呂上がりです。ちょっと暑いですので、またコーラが残りありましたので、コーラフロートですね。前の残りも、これをですね、ちょっと残りを ちょっと残り物でしていきたいと思います。今日遅くなりましたですね。まだ収録もしてません。今日は、まずは、じゃあ、これですね。ちょっと今日は昼間に、朝は11時間礼拝して、終わって12時半ぐらいですかね。昼をとって、2時から4時まで横になっていましたですね。4時起きてから、買い物帰ってきたばっかしで6時過ぎですね。で早速もう汗かいたので風呂上がって、今、バニラフロートですね。バニラフロート、はい、残っていましたので、はい、いきました。バニラフロートですね。はい、今日も、入れていきます。これがこれはですね、まあ、だいぶ早いです。先週の買ってきたのが酸が抜けてますけど、また落としますね。はい、炭酸入れて、まあ、なんとか先に、先に、じゃあ風呂上がりですけど、はい、いただきます。おやつを感謝してイエス様の名前によっていたします。いただきます。今クーラーと扇風機かけてますね。少し生き返ったような生き返ってますけど、今日2時ごろ、1時半ごろ、34度ですね。で最後のこれ入れて、ちょっとキップがで、これで終わりですね。はいはい、これから頑張って、ミクトパンフレーズと1分間ユンタクですね。認知するユンタクアップするのが8時9時かな。皆さんがほとんど今の時間帯、ジョネさんもアップされていましたですね。ジョネさんの昨日のアップのあるアップも、あらあら、ちょっとちょっと、アップの今日撮りますので1日遅れですね。はい、昨日のアップのコメントですね。ちょっとバニラを、少しはさっぱりしましたですね。先に風呂入って正解ですかね。汗かいて、収録してもいいですけど、ちょっと暑いので、まさか暑いので、バリナコーラ入りフロートいただきました。はい、マサートです。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回の、また聖書を学びたいというお友達も募集してもらってよろしくお願いします。暑いので、バリナコーラ入りフロートを作ってみました。マサートでした。シューゲネツパシャムレジュシャロムシャロムシャロム。